河原割りできるスポット見つけてきたんですけど、みんなは誰と一緒に割りに行きますか？コスプレして河原割りが楽しめるあの宮迫さんも来たスポットに妻のワイちゃんと行ってきました。河原割り道場の入り方はすごい独特で、料金表はこんな感じ。同意書にサインをしたら種類豊富なコスプレから好きなコスプレを選んで練習開始。スポンジに向かってパンチの練習をしたらいよいよ本番開始。襖の中からまずは龍馬が登場。龍馬は一体何枚割れるのか微妙に残った。続いて隠し扉からマイちゃん登場。マイちゃん何枚割れるのか。枚数よりリアクションが気になりますが、記録は6枚。河原割りが終わったらヒーローインタビューもしっかり受けて、挑戦したことへの表彰もしてもらえる、こんなに楽しいスポットの名前は兵庫県淡路島にある谷池健治青瓦商。ぜひチェックしてみてね。